今回はタイのビールでシンハビア久しぶりに飲もうと思います。タイのビールはチャン、レオ、シンハっていう感じであると思うんですけれども、有名どころはこのシンハが個人的には一番味が濃くてしっかりとした飲み応えがあるビールで美味しいなと思いますので、これが一番好きですね。まあその次にチャン、そしてレオっていう感じですね。薄いライトビールが好きだっていう方はレオを飲むとですね、すっきり飲めて軽い感じで飲めていいんではないでしょうか。はい、こんな感じですね。確かアルコールは何パーセントでしたかね。5% だと思ったんですけど、あ、5% って書いてますね。はい、それではビール注いでいこうと思います。はい、こんな感じで美味しそうな色合いのビールです。ちょっと飲んでみます。香りもしっかりとしていていい香りです。麦芽の甘さという具合に関してはそれほど強く出ている感じではないんですけども、程よい苦味、そんなに前はもうちょっと強い苦味かなと思ったんですけども、それほど強い苦味ではなくて、麦芽の美味しさをこう生かした感じのビールで、かといってこう最後の甘さっていうんですかね、そういうのがそれほど強くなくてすっきりと飲めて、いいですね。美味しいです。まあ、日本のビールと比べると味は、さっぱりしてるかなという感じなので、やっぱり暑い国なのでこういうさっぱり系のビールはですね、人気があるのかなと思いますけれども、その中でもシンハは割と味が濃いので、少しでも味濃いビール好きだなっていう方はタイに行った時このシンハ飲むと美味しいと思いますのでおすすめです。